こういったところもなんかちょっとドキドキしますね。なんか普通に来て普通に走ればいいのにっていう感じがしますけどもね。本当ですよ。なんかこうなんでこんな無理な演出しなきゃいけないんだっていう、ね、もういやしたくないんですけども。さあということでセットされました。いけます。それでは参りましょうか。いきましょう。カーナンバー90川端雅人。さあこれは注目です。ゼッケン90番チーム東洋ダイヤドリフト、もう一台の GR スープラ川端雅人、今現在はスープラが単走1位。さあその上行くことができるかどうか、もちろん狙ってくるはず。川端雅人の1本目どうだ。いいスピード。さあギリギリどっから角度つけたんで踏んでく。どうだ。ちっちゃいカット。これはちょっと小さいところいった。やばいですよね、この2本目決めないと。さあどうなるか。1本目得点が出ませんでした。そして何かちょっと不調が感じられた。その辺は大丈夫なのか。チーム東洋タイヤドリフト GR スープラ川端雅人の2本目です。さあどうだ。ここギリギリ、そして角度つけてくる。ここは通過。これはちゃんと来た。これはきっちり来た。さあここは抑えてきている。ここは点を取りに来た。しっかりと点を取りに来た。何点？